じゃあ、レコーディングしまーす。はい、レコーディングしはい。ました。はい。お願いします。OK お願いしでます。す。大丈夫ですか？はい。じゃあ、いきますね。はい。皆さん、こんにちは。星の写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です。本日はですね、ゲストが3人来てるんですけども、ちょっとこの3人と一緒にこうやって一つの画面に収まってるの、私もすごいし、新鮮なんですけどね。本日はですね、とあるイベントに私お呼ばれしまして、とても素敵なイベントをこの3名が企画してくれたので、あ、これはいいイベントなので、私もちょっと PR に協力したいなということで、今回お時間をいただきまして、まあ、どんなイベントなのかっていうのを、お伺いしたいなというお時間をいただいております。よろしくお願いいたします。はい。私もなんか急遽このズームで4人で動画撮影してもらって、実はこれ車の中から撮影入ってるんですけど、今、青森にいるんですけどね。あ、岩手か。青岩手にいる。岩手にいる。これから撮影なんですけど。森。すごい。おー、撮影の中。まあ、自己紹介から先に行きましょうか。じゃあ、次、はい。松本からいいか。じゃあ、松本さん。はい、ありがとうミサさんですね。ございはい。ます。リサさん、はい。ありがとうございます。移動科学館サイエンスター5号のリサ、星空ナビゲーターです。私は全国、はい、いろんなところで、関東とか、あと長野、大阪ですね、はい、いろんなところで、星空のイベントだったりとか、子供たちへの科学を、楽しさを伝えたいなというところで、科学を届けるということで、移動科学館をやっております。はい、よろしくお願いしまおー、新生す。わーい。成長したな、ああ、頑張りました。お前 じゃあ次は、同じく企画の岩城さんから、じゃあ。岩城彩香と申します。今日は高知県高知市からつないでいます。はい。高知県在住です。で、高知を拠点に、まあ、四国だったり、まあ、中国地方だったり、まあ、時にはこうして東京にも行ったり、まあ、オンラインでもイベントができるんですけども、星や宇宙をテーマに体験っていうものをプロデュースして、まあ、子供さんから大人までみんなで楽しめる星空観察会とか、教室とか、ワークショップとか、あと講座なんかも開催していて、まあ、星や宇宙を仕事にしたいとか、好きなことを仕事にしたいっていう方をサポートするようなことも今はやっています。はい、そらしろっていう屋号で活動しているので、皆さんよろしくお願いしまよろす。しくお願いします。岩城さん、以前に私のチャンネルにも動画出演していただいたんですけど、結構反響あって、あの動画。でもね、なんか、一番岩城さんの濃い部分が話されてる後編の方が再生数が少なくて、ああ、ぜひ皆さん見てくだね、さい。後編を見てほしいなと思いますけど、木原さんお願いします。はい、木原美智子です。今、日本旅行という会社で宇宙事業、星空に関する事業に携わっているものです。今回、協力という形で参画してるんですけれども、当日はトークセッションとか、面白いコーナーの、ファシリテーターを担当いたしますので、どうぞ皆さん、参加お待ちしております。会場で待ってます。よろしくお願いよろしくお願いします。キアラさんも以前に私のチャンネル出演していただいてるので、はい。あの時もね、お世話になりましします。お世た。話になりました。あはい。りがとうそちらもぜひ見てみてください。じゃあ、なんかこの流れだと次、リサさんが私のチャンネル出演しなきゃいけない感じですね、これ。おお、ちょっと頑張っていきます。はい。ということで、この4名で、お届けしますが、今回の、企画してるイベントについて、ご紹介いただきたいんですけど、どなたからお話ししてもらえばいいですか？あ、じゃあ、岩城リサちゃんからお願いします。じゃあ、リサさんお願いします。はい。ありがとうございます。はい。で、今回のね、イベント、星や宇宙を仕事にっていうことをテーマになっていて、私たちみんな、岩城さんも木原さんも、私もですけど、星空宇宙をね、テーマにこういうイベント活動をしています。で、全国いろんなところにそういう星や宇宙を仕事にすでにしている方や、これからね、していきたいなと思って、ボランティア活動に参加してる人とかもたくさんいて、なんかそういった同じ思いを持つ方と一緒に、これから天文宇宙業界を関わっていきたいっていう人たちを、仲間で集まって、何か、こう、活動に活かせるアイディアをシェアしたりとか、あとは、それぞれのね、地域活性に取り組めるような情報交換をしたりとか、
なんかこう、これからね、それに関わっていきたい学生たちとか、これからその担っていきたい みんなへの、こう宇宙教育みたいなところとかを貢献したりとかっていう形で、何か私たちのコミュニティとしてなんか貢献できたらいいなって思って、ネットワークをつなげたり、うん、星仲間をね、こう、つなぐのこう場作りっていう場でも、なんかこう夢をね、それこそさっき岩城さんだった、やっぱやりたい好きなことをね、仕事にする。夢を後押しできるようなきっかけになるイベントになればいいなと思って、今回この星や宇宙にというイベントを果たしていただきました、うん、はい、素晴らしい。このイベントのなんかページとかこう、うん、表示しておきますんで、この時に ありがとうございます、はい、こちらみたいに表示しておきますんで、リサさんと岩城さんはもともとなんかこう、星空関連で仕事をされてる方で、活動されてる方と一緒にこう YouTube と出演したりとか、うん、結構定期的に打ち合わせというか、そういうのやってらっしゃいますよね。うん。で、清原さんは企業に勤めてやってるじゃないですか。で、こう、星にでお仕事にしたいって言っても、やっぱいろんな形がある中で、まあ、それぞれがバラバラに、こう、いろいろ情報交換なり、やっていたところっていうのが、その、一つにまとめられるっていう機会なんだろうなと思ってて、多分、星のソムリエの活動が、大きいのかなと思ってるんですけど、こう星空を、見ることを、まあ、学ぶというか、資格を得ることでいろんな人に星を見せて、あ、すごくいいことだなと、まあ、もっとこれを仕事にしていろんな人に見せれたらいいのになって多分思う人は多いと思うんですよ。でも、まあ、その道筋がないっていうのが今の現状で、まあ、実際その仕事にするってなったら宇宙開発とかそっちの方になるわけじゃないですか、まあ、そうじゃなくてもっとその身近なところっていうか、直接触れ合えるところで、もっと、まあ、仕事っていうかビジネスというか、そういう糸口をみんな見つけたいんじゃないかなっていうところで、多分この企画スタートしてると思うんだよね。それぞれみんないろいろな仕事をしてて、それがまた一つになった時の私もすごい嬉しいですし、まあ、そこにね、私もね、お呼ばれしてるんですよ。はい。あれ、自分の立場なんだっけ？なんていう立場で呼ばれてるんだっけ、これ。ゲストですね。ゲスト、そうなんですね。ゲストで呼ばれてまして、一応私も写真家とか YouTube やって、まあ、そのノウハウっていうのを、まあ、いろいろアドバイスに使えるんじゃないかってことでお呼ばれしてですね、このイベントに関わらせていただいてます。あと、サイトロンジャパンの鈴木さんと、それから、スターゲイズという天体望遠鏡ショップの、船本さんと、船本さんもいろいろなんか星空キャラバンとかやってるからかなりノウハウあるんだよね、いろいろね、うんうんうん、楽しみです。うん、で鈴木さんは本当天文業界っていうかこういう業界の本当中心にいるような人脈の人なので、まあいろいろアドバイスいただけるのかなと思うんですけど、うん、イベントのことちょっと聞いていいですかね。何月何日どこで開催されるんですか。はい、じゃあ私から、はい、お願いします。ね、来る5月18日2024年5月18日土曜日の、開始が14時です。午後2時からスタートして、はい、はい、4時半までのイベントです。で、場所がですね、東京都江東区青海というところにあります。まあ、お台場って言われるところですよね。東京国際交流館プラザ平成っていうところでやります。入場していただける方、現地でっていうのが、まあ、50名ぐらいかなと。ます。オンラインもあります。オンラインでは、ブースとかは見ていただけないんですけど、ステージ企画はオンライン配信もしますので、そちらの方は制限なく、はい、募集してます。あ、なるほど、なるほど。今、どのぐらい集まってるんですか、人って。あ、そうですね。今、ちょっと、リアルタイムで。リアルタイムで。いや、大体いいよ、大体いいよ。大体いい。はい、大体ですね、うん、うん。あ、入場していただける方が今、半分くらいまで、来てますかね。はい、残り半分ですね。残り半分。オンライン参加の方がね、10名ちょっと、ね。ああ。じゃあ、だいたい30、40ぐらいの方が参加見込みってことですね。うん、はい、この数字って、今現時点でどう思ってる？なんか、3人はこう人を集めなきゃって多分思ってると思うんですけど、何？こう客観的に見て参加者の人数ってどういうふうに今評価してますか？多分一番客観的に見るのが、みっちゃんなんじゃないかな。どう思ってますか、キアラ。私たち中にいるから。客観的に見て、いや、私はすごいなって思ってます。うん。まあ、そのね、その、まあ、予算とか、都合はあると思うんですけど、
結構マニアックな内容のイベントですね、うんうん、それに対してもうこんだけ意欲のある方がわざわざ自分の時間とお金をかけて来られてるっていうのが、あ、もうこんなにいらっしゃるんだっていうのはちょっと私は正直思ってました。いや、はい、俺もそうこのイベントだってあれだよね、こういろいろとやっぱりイベントだからやる上でお金かかるじゃん。そうです、だから一応その有料イベントっていうか、参加費っていただくんでしょ、はい、そうですね、はい、そうなんで、でもその中でもそうやって来てくれるってやっぱり情報を求めてる人がいるっていうことなんだよね。集まんのかなって最初思ったの実は。マニアック。やっぱ、いや、その結構欲しいっていうものがさ、その、うん、なんだろう、地方に行けば行くほど綺麗なものじゃない、分布というか活動されてる方の、はい、もちろん関東圏の方が多い日は、まあ、人口的には多いと思うんだけど、実際、うん、もう仕事にしたいっていうふうに思ってる人ってどういうふうに散らばってるのかなって思ってたから、まあ、そんな中でこうやって集まってるのってすげえなって思ったよ。いや、頑張ったんじゃないですかね、だから3人とも。まあ今ね、オンラインの方も含めて本当に日本全国、北は北海道から東は九州地方の方までお申し込みいただいている状況ではあるので、あ、すごいね、結構散らばってるのかな、はい、どうなんでしょうね、はい、あります。でもやっぱ全国いろんなところで活動してる人がそうやってオンラインでもね、この今回のゲストトークとか、うん、そのコミュニケーションセッションを通して星でつながるっていう場になるのはなんかすごく嬉しいです。うん、一応このイベントなんか見守る立場に自分もなってさ、一応こう発足した時からずっと見たけど、すごいゴリゴリ進んだよね。いや、岩城さんがめちゃめちゃゴリゴリしてる。いや、岩城さんだけじゃないよ。もう岩城さんみんながそう、いや、みんななんかこんなにバランス取れるもんなんだなって思った。このそれぞれなんか役割分担みたいなのがさ、ちゃんとみんな空気読んで、じゃあこれ私やりますみたいな感じでやってた感じがするからで、ねえ、ゴリゴリ決まってたからさすごいなと思って。まあ、本当ね、なんか私高知に住んでるじゃないですか、で、イベントは東京でやりますってなった時に、うん、やっぱ東京に誰かいないとやっぱものすごく大変なんですよね。うんうんうん、うん、多分できてないと思う。そうそう、会場を見てきてくれたりとか、あ、やってくれたもんね、うん、いや本当になんかもう東京には住んでたけど、もうね、何年も離れてますから、もう事情も分かんないし、どんな人に頼ればいいか分かんないしっていうところで、本当に皆さんが協力してくれて、みんなが動いてくれたから、まあ、今回やろうってなったんですよ。うんうん、それがないと絶対できてないから、うん、そこは本当に、ね、ちょっと想定よりも大きな話になってすごいなって本当は思ってます本当ね、最初っていうか今もそうなんですけど、この LINE グループでお話ししてるんですけど、そうですね、5月11日、はい、面白企画相談室になってるんですよね。何かやろうよからね、始まって、はい、そうだよね、だ最初はなんか飲み会だけだったはずですよね。そうですね、そうです、普通に観望会とかできたらいいんじゃないのみたいなところから、すごいなんかターゲットを絞って今に至ってるから、はい、いやなんかこの流れは旗から見てて見事でしたよ。いや嬉しいですよね。で、当日はだから岩城さんもこっちにいらっしゃるんだもんね。うん、あ、そうです、もう嬉しい、何日後には東京にいる予定です。はい、そうですよね、楽しみ。なかなか岩城さんがこっちに来て活動できる機会も少ないからね、うん、いや私岩城さんと、それこそ成沢さん、あとみっちゃんはね、同期なので、なんかこのメンバーで一緒にイベントをやるのは夢だったし憧れだったので、これで、それが叶うのは、なんか一個人生のやりたいことリストを段できてる。めちゃめちゃ嬉しいイベントです。楽しみ。今年だけじゃなくて来年もやりたいって多分思ってらっしゃると思うんですけども、まあ、継続にやること、的にやることで、まあ、今後なんかどういうイベントになったらいいかとか、どういうなんかそう、こういう人の役に立ったらいいなみたいな、そういうのってありますか、なんか。同じミッションとか同じビジョンで活動してる人たちの、なんか仲間がすごい増えたらいいなって思って。例えばですけど、こうオンラインで自分今こんなコンテンツとかサービス考えてるんだけど壁打ちしてくれませんかって気軽に相談できる人がいるのって、うんうん、やっぱり活動していてすごく孤独になる瞬間ってあるし、いや、そうだよね、いや、うんうん、そうなんですよね、なんかこの方向性で合ってるかなとか、これって自分で一生懸命考えたコンテンツだけど果たして本当に面白いのかなって客観視できなくなってきたりとかって、うんうん、それつまずく瞬間があるという時に、それぞれの皆さんもなんか気軽に
支えてもらえたり、誰かを支えられるような仲間ができると、なんか、一歩大きく、踏み出せる、何か背中に押されることになるんじゃないかなって思います。今回は、もう本当に初回で、ドタバタ、ドタバタ、苦労しながらやってるんですけど、もう今回、こう、ちゃんと、こう来て、こう会場に来て、まあ、そのエネルギーを感じるっていうのが、うん、まあ、本当は一番していただきたくって。はい。うん、で、そこでエネルギーを感じると、なんか次の一歩を踏み出したくなると思うんですよね。モチベーションですね。で、そこに集った皆さんが、1年後集まった時にどんくらい進んでるのかっていうのも、すごく見てみたいなっていう気持ちに今はなってて。うんうん、だから、もう続けていきたい。うん、なんかね、すごく個人的な理由かもしれないですけど、うん、なんかみんなどこまで行ったんだろうか、どこまであの人を進んだんだろうとか、うん、まあ、この人応援したいって思ったりとか、うん、皆さんが関わっていることが、もう全国ニュースで見れたりとか、また集まった時に、あれすごかったよねとか、まだ頑張ってるんだよっていうふうに、こう継続して、もうみんなが手を取り合って、こう宇宙業界全体をですね、まあ、我々星を見せるっていうところは裾野かもしれないんだけど、まあ、そこを広げていくことで宇宙業界全体がこう、ね、かさ増ししていったり発展していくと思うので、うん、なんかそこに挑んでいる人たち、なんか、まあ、戦士たちの集まりみたいなね、うん、そういう場になっていったら今後いいなっていうふうには考えてます。なるほど。でも確かに、こう、星空で、こう、仕事にしたいっていうふうに一人に言っても、こんだけ形になってない業界ってなかなかない気がするんですよ。うん、本当にその人のアイディアだったりとか、人間性だったりとか、その人脈とかで発展していくことってあると思うんですけど、だからそれが本当一つの形に決まってないっていうか、だからこう今岩下さんが言ったみたいに、こう他の人の活動を見て、あ、こういうことができる、あ、私もこういうことができるかもしれないみたいな一つのアイディアになったりするでしょうし、それこそここにいるね、この3人はフリーランスだけど、木原さんは一応企業に勤めてやってるわけで、でまた企業にいるとこういう人たちとの触れ合う機会ってなかなかないんじゃないかなと思うんで、なんか、そういう、なんか、企業家から、勤めてる人の話も聞けるし、フリーランスの人も聞けるし、みたいな感じで。うん、自分も、なんか、関係ないようで、絶対ヒントあるな、っていうふうに思って、今回参加させてもらってるんですけど、うん、来年も続けることで、そういう報告会みたいなね。うん。そういう事業じゃないですけど、そういうのに発展していくといいですね。で、なんか、来年はね、助成金とかももらってね。できたらいいですよね。もうちょっと楽にね、できたらいいですよね。そうですね。うん。うん。でも、そういうことができる内容だと思うので。うん。嬉しい。あと、そうな、イベントの内容ちょっと聞こうかな。どんな方が参加されたりとか、どんな催しをする予定なんですか？じゃあ、ちょ横に出しておくといいですか？はい、はい、言っていこうと思うんですけど、はい。企画っていうのが、まあ、3つありまして、はい、最初はですね、オープニングアイスブレイクっていうのがあります。交流っていうものが一つの、大きな目的にもなってるので、まあ、それをね、リサちゃんが担当してくれます。お、うん、います。はい。参加者同士のね、交流を、まあ、促したりとか、まあ、つながりを作るための、まあ、アイスブレイクを普段からコミュニティデザインとか頑張っているリサちゃんがやってくれるので、どんな内容になるのか私もすごく楽しみにしてます。ほうほうほう。うん。ここ私もね、温めて、熱い、燃え上がるような会場にして、次の岩城さん、木原さんにバトンパスしたいと、はい、思っています。ちゃんとやれよ。頑張ります。はい、燃やして。燃やして。その温まった次にあるのが、三沢さん、そして鈴木さんのトークなんですけど、あ、そうでしたね。ここはい、そうなんですよ、はい、すごく燃えてますから、安心して喋ってください、ね。さっきちょっと打ち合わせしましたよね。そうそう、もう直前に言ったんですけどね。はい、頑張ります、はい。このフィールドで何ができるのかっていうのを、まあ、本当にフロンティアだと私たちが思っている2人 をお迎えして、あ、恐縮です、はい、木原さんがファシリテーターで入っていただいて、うん、はい。どんな熱い話が聞けるのかな、どんな感じでしょうか。はい。はい、松本ありささんから受け取って、その熱を閉ざさないように、うん、各、フロンティアのお二人をお迎えするので、結構、
そうですかね、革新的な部分を聞ければなと思ってます。わかりました。録画の部分、はい、この録画の前に打ち合わせしたんですけど、ちょっと時間が足りないんじゃないかという成沢さんの懸念もあるのでそこはしっかりペース配分しながら進めていきたいと思います。楽しみにしててください。はい、はい、そしてそれが終わったら、そのゲストのお二人は残っていただいて、で先ほどもちらっと出てきましたが、あのスターゲイズの稲本さんもお迎えします。もう28歳でもう望遠鏡の販売会社作っちゃって、でしたっけ、もう30年近くね、うん、やられている方なんですけども、もう官房会とかも本当にちゃんとビジネスとしてやっている方なので、もういろんなお話聞けるのかなと思うんですけども、そのゲストの3人と、あのこれまた豪華なゲスト、あパネリストさんたち、はい、豪華なパネリストさんたち3名も加えて、実際に星や宇宙を仕事にしようと頑張ってる人たちなんですね。で、その方たちが次の一手どうしようとか、これを発展させるにはどうしたらいいんだろう。で、いろんなお悩みをお持ちです。そのお悩みに対して、まあ、ゲストの皆さん3名の方が、どんなアドバイスをくれるのかな、どんな言葉をかけてくれるのかな、そしてパネリストの皆さんはどんな一手を次、打つのかなっていうところをですね、まあ、ホリホリしていきたいなと思っていますので、で、これ皆さん、参加している皆さんも一緒に、自分の次の一手なんだろうっていうのを考える機会になってます。ワークシートがありますので、はい、それもぜひ楽しみにしててください。はい、ありがとうございます。あとね、あのブース企画っていうのももちろんありまして、はい、はい、これブースすごい豪華なのでね、はい、楽しみです。そうなんですよ、うん、チームユラの皆さん、宇宙日本食開発だったり、旅する星空解説員の佐々木優太さん、はい、あのね、渋谷で解説されてますよね、うん、はい、などなど、本当に国立天文台も来てくれますね。はい、今年スバル25周年なので、はい、スバル25周年のご紹介。いや、あと国立、あの天文台、あ、後ろスバルなので、木原さんの後ろが。ありがとうございます。国立どこ国立天文台のコンテンツで、あの皆さんが実際星空の情報発信をするときにクレジットをつければ使えるコンテンツってすごくたくさんあるので、スバル望遠鏡で作っ、あの撮影した綺麗な宇宙とか、なんかそういうところのコンテンツをちょっと紹介していければなって思っています。はい、うん、本当にアンドモアって感じで、もっともっと豪華なたくさん、はい、はい、うん、嬉しかったのがね、そう、協賛あのいただいた方もたくさん多くいらっしゃって、その協賛の皆さんからもこの今回イベントの趣旨だったりとか、ちょうど仲間とかで情報交換したかったんですっていう、こう思いにあの賛同していただけて、そういうお声をいただけたので、すごく温かくてとてもありがたいです、うん、皆さんありがとうございます。あの実際パネルセッションとかに参加される方とかも、あ、なんか結構いろんな人が集まってくれてるよね。そうなんですよ、もう、ね、あの残念ながらここには登壇していただけないんだけど、応募していただいた方も、あ、はい、そうなんだ、いらっしゃって、うん、はい、そうなんだ。いや、俺なんかこう面々を見ててさ、もちろん知ってる人知らない人いたんだけど、いや、なんかこんなにいるんだなと思って、うん、こう星空でこう活動を頑張ろうと思ってて、実際やってる人こんだけいるんだと思って、いや、なんか、うん、結構視野が広がったんですよね。で、まだまだいたんですね。まだまだいたんです。はい、嬉しいです。絞ってこの3名なんです。あ、そうなんだね。本当はね、あの時間や会場とかに限りがなければ全員にお話聞きたいぐらい。また別の機会でやっぱりあるといいね。そういう人もね、拾ってあげれるといいですね。そうですね。うん、やりたい。いやいや、素晴らしい。まあこんな感じでですね、まあすごい意欲的なこの女性3人がですね、頑張ってイベントを企画してくれてます。で、私もちょびっとですけどお手伝いさせていただきますけど、一応まだあの募集はしてるので、現地に実際行って、ちょっと私も星空で何かやりたいなみたいに思っている方ですね、いらっしゃったら、実際現地で熱を感じてほしいですよね。うん、で、まあ、ビリビリと、うん。ビリビリと。ちょっとね、あ、熱い3人なんでね、この3人は特にね。で、まあオンライン、それができなくてもオンラインで、まあそれを見ることはできますよってことで、そちらもぜひご参加いただければって感じですかね。じゃあなんかイベントの PR 的にはこんな感じでいいのかなと思うんだけど、なんか言い残したことはあるかい？これ参加迷ってる方とかもいると思うんですよ。ああ、多いしなーっていう理由とか、あのお金かかるしなーとかっていう理由とか、まあ、いろんなお子さんがいるしとか、いろんな方がいると思うんですけど、もし、あの、少しでも興味あったら、あの、一歩踏み出してほしいです。うん、うん。あ、強いメッセージだね。うん。
なんか本当にみんな同じ思いだと思うんですけど、うん、勇気を持ってね一歩踏み出してぜひ参加してくださいと。多分今なんですよね。今ですか。今動かなきゃ。ああ。未来の自分がなんて自分に言うか考えてみていただきたいなと。ゴリゴリ来るね。ゴリゴリ来るね。いい言葉ですね。いや思います。やっぱね夢を叶えるとか、あとやっぱなりたい自分になるためってどれだけその周りの環境になりたい人たちがいるかってめちゃめちゃ重要だと思うので、うん、なんかそういう意味で今回その自分がなりたいロールモデルの人をね探してもらったりとか、うん、なりたい自分たちの場環境に自分が集まることで多分道が見えてくる瞬間って絶対あると思います。なのでそういう思いをね受け取ってあの周りから背中を押してもらって一歩進んでもらえたらめちゃめちゃ嬉しいですよね。はい、うん、思ってます。うん、はい、そう、いっちゃんはなんかちょっと企業目線になっちゃうんですけども、今フリーですごい熱量が私より半端ないと思うんですが、私もフリーやってそれを経験踏まえて企業に入ったという身としては、このイベントにはぜひフリーで頑張りたいっていう人じゃなくて、企業の中でこういう宇宙の話とか星空の事業を起こしたいんだっていう人とか、逆になんかそういう宇宙とか星のこと知らないのにそういう仕事を任されましたとか、そういった人もぜひ来てもらいたいです。なんかフリーじゃなきゃこういうと、こういう仕事できないんでしょって思ってる人も、うん、逆に企業の中だからこそ企業が持ってる力を使って早く実現できることは逆にあるかもしれないし、フリーの方は本当エネルギーすごいんで、そういったエネルギーをバンバン受けて、うん、ぜひ自分の仕事にこう活用していってほしいなって思ってるので、全然あの業界の人を待ってます。はい、うん、でも今木原さんの話聞いて思ったけど、その企業の人もなんか参加してもらったらいいよね。で、そうですね。なんかそういう事業したいなと思っても人材いないとかさ。うん。ここに来たらいっぱい人材いましたとかね。うん、だからなんかうちでちょっとやってみませんか、こういう事業みたいなね。そういう話とかも生まれたらいいよね。そうですね。いやもうね、いっぱい参加者を見てみたらいっぱいいそうですよ。そういう人材が。めちゃめちゃありそう、うん。コラボとかもね、できるでしょうし、お互いの持ってる強みを掛け算して新しいコンテンツを生み出すが、全然できる。あの皆さんたくさん持ってる方がいらっしゃると思います、武器を。うん、なんか自分もこうやって YouTube とか活動してて、やっぱりあの企業なり市町村なりからあの星空で人呼びたいんですけど、なんかアドバイスもらえませんかみたいな話来たりするし、うん、そうなった時にこうアドバイスはできるんだけど、うん、じゃあ実際動けるんですかって言ったら動けないことがほとんどだから、うんうん、そういうところでね、なんか今回このイベントに集まる人たちとかがなんかこう引っかかってくれればいいなみたいなのを今思った。うんうんうん、なんかね、こうサイクルというかシステムがここでできるといいですよね。そうですね。いやそんななんか楽しみなイベントですけども、皆様ぜひ、当日まだ枠がありますのでご参加いただいてですね、うん、でオンライン視聴も可能でございますので、そちらもぜひ申し込みお待ちします。リンク先は概要欄に貼っておきますので、はい、概要欄からぜひお申し込みください。はい、じゃあこんな感じで大丈夫ですか。はい、大丈夫ですか、こんな感じで。ありがとうございます。じゃあ最後したっけねって言ってくれるのかな、これ3人とも。したっけね、言います。したっけねって言うの、したっけ、大丈夫。はい、はい、じゃあ行きますよ。じゃあ皆さん、どうもありがとうございました。今日の動画はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけねしたっけねしたっけしたっけしたっけね